また明日にでも連絡するけ。一生続けばいいじゃないの。どうしたんだろう、かっちゃんよ。早かったり。今の電話を奥で聞いたわい。胸に腐るけど。あら、どの貸し。バカやめときや。貸しだろ、返事。わしはわしの立場で格好つけにゃいけんげやってきましたが、おじさんに迷惑がかかるんでしたらどんな落とし前でも受けますけ。バカ誰やこの。せっかくわしが丸く収める言って動いちょるのに、踊れ一人がぶち壊しよるんだ。勝つ年が繰り出したらどうしますつけるんだろ。これは返しますけ。黙って広島へ帰らんかい。のう、広野さんや山森さんの顔は潰し合いしませんよ。あれが一人になるまで待っとりますけ。どうか。手ぶらじゃ帰らんよ。わしも格好つけにはならんですけ。